カル,ムックともカルムイク語は、モンゴル諸語の一つだが、元来は、トュルク系の一派だったとも伝わる。カルムイキア人は、1630年にオイラート4部の、一つトルグート部の指導者ホウルロク大使に率いられ、同じオイラートの保守都部に発した内乱を避けて、ボルガカ藩へ移住したトルグート部及び保守とドルベト両部の一部、合計5万家族の子孫である。 ボルガカルムイク人たちは、ロシア帝国と同盟し、報酬を得て、ロシアの敵オスマン帝国やスウェーデンと戦った。アレクセイの知性に、濃度性が法的に完成して、北方戦争後に朝税と朝兵が強化されると、1670年に、ラージンのドンコサック盗賊団に合流して、ラージンの乱を起こし、ボルガ川流域やカスピ海沿岸のサファビアッサ、ペルシアを荒らした。 1719年11月23日に、クリミア半国や、東方のタタールとの干渉地帯形成を目的とする、ロシア皇帝、ピョートロ大帝の命令で、人口規薄なボルガ川沿岸の空白地の工作へ、ドイツ人の移民誘致が始まり、ロシア人やウクライナ人、ドイツ系の移住者に圧迫されて、カルムイク人は荒れ地に押しやられた。 1755年から1759年にかけて、真の権隆帝が、ジュンガル本体時刻を征服、清し、ジュンガル戦争が終結。薬病の蔓延で、カルムイク人のフソの地が、空き地になる。1771年、ボルガカルムイク人の指導者ウバシは、フソの地である東トルキスタンの入り地方への帰還を、決定した。ところがその年は、弾頭で、 ボルガ川が凍結しなかったため、ボルガ西岸にいた半数は取り残されることになった。この取り残された人々こそが、カルムイキア自治共和国のカルムイキア人の祖先である。また、この時ミスミス、カルムイク人たちを逃がしたロシア政府の偏狂守備での無能ぶりと権威の失墜が、2年後の1773年に、ドンコサックが放棄したプガチョフの大乱を招くきっかけとなった。 イデルーラル国の独立に参加。1920年、カルムイクジッチ州が設置された。1935年、カルムイクジッチソビエト社会主義共和国。1943年からのナチスドイツ占領下で中央アジアに移住させられた。1957年に、カルムイクジッチ州が再設置され、1958年に、 カルムイク自治ソビエト社会主義共和国に昇格。1992年3月31日、カルムイク共和国となった。カルムイク人たちは、ロシア連邦カルムイク共和国に住み、現在では一部が、ロシア人との根血が進んでいる。なお、ウラジーミルレーニンは、父方の祖母を通じて、カルムイク人の血を引いている。イリ地方へ帰還を目指した半数は、ロシアの追撃や、 周辺の諸民族の襲撃などの苦難の末、17万のうち10万人を失い、入りへたどり着き、真の権流邸の日ご下に入った。新長は基準した、カルムイク人をトルグートブと呼び、現在の新疆ウイグル自治区、バインゴリン・オイラト自治州で遊牧を許した。現在、この自治州のトルグートブは、約4万人余りとされ、特に和政権に3万人所在する。 この他にも伊ギ地方や青海省などにも少数が分布する。ありがとうございます。